ンシラー代わりに。あいつの運に期待しよう。案内はできるか。はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか。ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で帰すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて。さあ。おお。うわあ。体験版だけど結構がっつりできるな。セフィロスが。もうちょっとその俺も見たら。そのグラップルコインと登場するようにしてみましょう。登る、なるほど、山登りを積んでいく。唯一残った、この神羅兵も実は、結構、地位。関係ないのか。ここで回復できる。電動マシンある体験やられた。休憩用のベンチでやべやめ、やべやめのベッドなどの休憩ポイントで休むとヒットポイントと MP を回復することができます。回復しよう。なぜか知らないけど他の人ってベンチで休まないんだよ。クラウドだけ休む。いけるな。マトリ長長に応じて操作するチャンスを切り替えることができます。操作を切り替えずに仲間の近くも無視することができます。十字の上下で、上下ひげを左右で操作キャラクターチェンジ。R2 で、中の方の指示、ガルシアの方のキャットにすることができます。セフィロスは妖と正宗と戦います。四角で正宗に支援装備で長押しすると援助を受けてもらいます。一定回数補給を取ると突破、剣舞など、三角の発生攻撃が加わされます。発生攻撃は様々な攻撃の後に発動撃ヒットすると連続撃が増加します。セフィロスの、ガード、逆襲の構えはガードした状態で構えていきます。構えた状態で攻撃を合わせたタイミングを処すと、敵のキャッチキャッチバリーが発生。じゃあ。リードはセフィロスで、バトルリーダーに必要なキャラクターはバトル開始時のソースキャラクターになります。メインメニューのバトルセッティングよりバトルリーダーにした切符を選ぶ。基本的にフィールドで操作するのはクラウドで、バトルに入るとセフィロスに切り替わる。これはあれと一緒かな。リメイクと一緒かな。これもしかして、あ、ここも魔鉱ガス。ここは回
回復するすべがないか。気をつけろ。早めに抜けるぞ。多すぎる魔法は危険だ。はい。攻撃バフ。でもそういうあれだね。え、セーブできるの？セーブしとこう。クラウドのマテリアをブレイブが使える。何これ。こう物理魔法部強化魔法が使えられる。大切だね。はい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 。まあ自分に対してバフかけられるようになるんだ。すごっ。この辺。クーラはもう、もうね、あれは、いい感じだ。余計にもう本当にまさにゴリ押しでいけるのはセフィロス。あ、セフィロスのステータス見てみよう。物理攻撃もでも基本的に100近く違う。あ、ごめん。全然違うわ。ステータスが。あ、そうだ。マテリア見てみよう。セフィロスの。うん。回復、蘇生、回復。なんで蘇生と回復、ついに、あれになってんの？組になってんの？風と範囲か。へぇー。全体型だね。炎。今、マックスだもん。霊気、マック。攻撃バフ、それはクラウドじゃん。霊気、イカズチ、風を範囲化で使える。手やるんだよね。魔法の泉だ。綺麗だな。綺麗だ。でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。
自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の指導を引き継いだ恩人。北条。前回出てきた。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。いるぜ。もういるぜ、なんか。腕ならしだ。まだいるぜ。届かないもんな。じゃあな。じゃあね、今のセフィロス。片付いた。サニトもなんかまだまだ若い感じがあるの。この時の二人は。音楽もなんかまたなんか違う、なんか違う家、なんかあれだね、雰囲気の楽しみ。当時ともまたリアタイ家はやってないんだけどな、セブンやって。うわあ、まひった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 。ガルセフィヨザメにガルスカイコのアイコンがあって、それがキャブ。うう、マジか。わかるんか。はや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 。うわー、すごい、すごいな。上海サスケでねこれ。すごいなこの景色。来たぞ。来い。脆い。ああ。ああ。すげえ。一瞬だ。じゃあな。受けてみろ。ギルがめっちゃ出ない。おお。怖え。
お、ある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 。範囲か、おっしゃいか、範囲か、いえ、この場合、ここはもう特にないかな。で、セフィロスに見破るつけてもらおうか。あ、何？付け替えどころか、何？いや、取り替えるどころか、付けることもできないのか。で、一回見破る。付けないで。あっちから来たのか。で、こっちに行けばいいのか。あ、セフィロスか。R1 でガードしてるとき、隠しボタンを押すと、中で隠されて、連携アクションが、連携アクション、来た来た来た、絶対に。次のヒットポイントゲージに転生されているバーストゲージ。バーストゲージをヒートさせて最大までためると敵は崩れ落ち、バースト状態となり攻撃のチャンスが生まれます。バーストゲージは一定に弱点属性による攻撃アビリティ見破るで判明する敵ごとの様々な攻略条件を満たすことでヒート状態にできます。ヒート状態の時にアビリティの攻撃とバーストゲージを一気に溜まりバーストすることができます。 OK、 その程度か。エアロ、エアロ、たまんねえ、えぐい。すげえ、あぶねえ。わお、動くなよ。キノピスカウトゲージたまると一定時間のグローブになります。パウズ状態が発生します。バーショートになった時に無防備になり与えられるダメージが大きくなります。パウト中はクリアベリティで超えてれば ATB ゲージが大きくなります。敵をバーサーで ATB ゲージ試さず RBT や魔法中でやりましょう。 OK、 行くぞ。何も言わないんだね。終わったなとか。
メガポーション。どこだ。どっかに祭りあって。あったー。ジャストガード強化。ああ、ジャストガード。あれが落ちてたのか。もう他に光ってないもんな。オッケー。右が正式だからこっち先に見ておこう。から来たわけだから。行くでよ。相手になってやる。動くなよ。消えろ。消えろ。この辺の敵はご利用していけんね。こんなにモンスター、まあ化け物がこの時いっぱい出は、この時から言い始めていたんだなっていうのがいろいろというんで。オート魔法、オート魔法、オート魔法もあるかな。新しいマテリアがどんどんあれだね、当時なかったマテリアがどんどん。バフのやつとはなってなかったもんね、昔のオリジナルだと。またあれだ、あの機械を使って。見とこう。これどういう、こうなんか言われたんだろう。高濃度魔法ガスを感知。ただいまリフトをロックしています。空気清浄装置を移動して周囲の魔法ガスを除去してください。なるほどね、なるほどね、なるほどな、なるほどな、なるほどな。ケーブルが魔法ガスの除去を確認しました。ロックを解除します。クラウカタ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 すごいな。リフト稼働中です。
一体来た人だ。ことあってすごいな。エリクシュール。あ、ベンチあるえ。ベンチがあるえ。で、目的地は、向かって左だからこっちに。エリクシュー。あっちは特に何もなさそうだね。うん、なんもないから。もう上上がっていいか。暗っ。あれ見て、出口かな。出てくんじゃん、もうじゃあ。キラキーパーじゃん。セリアルとしてるの。来い。魔法で。部位破壊。バトル中上によって敵の部位が見えられるようになることがあります。敵の部位を破壊することが敵の体勢が崩れたり、強力な武器を振ったり、戦況を有利することができます。まずい。カッポ。世話が焼ける。最初、ファイヤーで。ああ、もう、あ、バックしちゃう。あ、バックを連打しちゃうわ。アビリティ斬新。合わせろ。お？終わりか。ジェイラス。撃ち落とすまでだ。剣だけじゃないけど見せてやる。あ、でもとりあえずケアルで回復したね。待
まず足をやろう。足だ、奴を落とす。ふんはっく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 あ、リミットブレイ、お、リミットブレイまだいぞ、オッケー。極みの彼方おお、シャザムの仕事回復。守りがおろそかだセフィロスボードの壁地、クロススパイラルが不可になりました。崖上の、崖上の電気棒連携アビリティのコンチルが地上の層へ行きます。チェインアビリティを使います。なんかやばい気がする。準備しておけ。合わせろ。了解。その程度。ああ、スパイラル。今の勝手に。あれ？嘘？セフィロス。あ、お、上に下にいた。よくやった。おいおい待てよ。さっきから聞いてればよ。
セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。間違いない。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。そこまでやるのか。やれるな。そう、そこまでやらせてくれる、すごいな。回想シーン丸々できる。リファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも、お嬢さんを守ってやりな。じゃ、しっかり守ってね。おーっと、ベンチありますか？ベンチ、え、待って、この辺周り見れる？回復しよう。攻撃系のマテリアがワンランクアップするのか。キャルにつけてもキャルランになってないしな。ちょっとこの辺探索する。こんだけ広くて探索する必要がなかったりする。するんだ。降りれるんだ。降りれるんだ。降りれないんだ。広いだけで何もなかった。広いからこそ何かあると思った。コロに入りました。ここは普通に稼働中だよな。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだが、村の人たち稼働中だってこと知らないよな。死んだらしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出された。すごく嫌な予感がする。ここで見たことは多分分かってるよ。もう上行くしかないんだな。あ、おっしゃった。
疲労ござんすね。特に何かがあるわけではなさそう。あっち行くしかない。あ、ここか。あ、そっか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 。あ、でもあれがないな、カプセルが。やったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバ。キーですね。ジェノバってキーワード。覗き込むあれはないの、下りは。じゃあ今のだったら、もしかして。ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。ねえ、開いてない。オリジナルだとこの辺で。セフィロスから中の覗いてみろ。したら、あの化け物みたいなのがいるから、なんだこれっていうやり取りがあったと思うけど、もう最初からもう飛び出してきた。ホールドン。ちゃんとマテリアが反射してるんだよね。またソードにセットしてある。さっきずっと緑緑だったのが緑と青になってる。ワンもまあリメイクの時はそうだったけど。もうちゃんと重たくのすごいよねこれ。バルブを回す、バルブを回すの重たいから、あのコントローラーのあれも、L2、R2 を押し込むパワーも。セフィロス。セフィロス。ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。セフィロス。だが、北条はこの中に動物を入れ。
魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして北条が装置に入れたのは動物だけではない。ここでこうなるんだ。これまたチェックする感じ。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはちゃんと、それはこんな意味じゃない。人間が生まれてるんだけど、まあちょっと北条、お母さんが北条にあるまあものを注入されてしまった。人間なのかって感じ。そして俺たちは村へ戻った。でも、セフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。なことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。はい、こっから結構ねえ、むちゃくちゃ、めちゃくちゃ、当時だから FF7 を知らなくても見たことあるみたいなシーンですよ。これから進んでいくストーリーの中で出てくる、あるカット、めちゃくちゃ CM とかでも使われてたシーンで、めちゃくちゃ有名な。セフィロス、F7 知らなくてもそのシーン知ってるみたいな。セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。もうなんかおかしくなっちゃってんだよね、もうジェノバと。セフィロスさんならついさっき出て行ったよ。お散歩かしら。